今回は慢性腰痛の件に関してちょっと発信しようかなと思いまして、これからちょっと鍼治療というものにね、通うので、それの経過報告をたびたびしてみようかなとは思います。ただ、何の変化もなければ、あまり報告することもないんですけれども、どうなりますことやら。で、昨日初めて鍼治療というものに行ってきました。なんかね、大きな病院の中にあるんです。だからその病院は、その鍼治療の部門は統合医療の部門として運営してるみたいで、これは魅力的だなということで、そこを選びました。で、自転車でギリ通える距離ですね。何キロぐらいだろう。自転車で、大体飛ばして30分ぐらいかな。で、これ腰痛いから、で、座ってるとすぐ痛くなるんで、自転車も結構きついんですよね、今。だから、ギリギリ通える距離だということで、なんとか見つけたわけなんですけれども。で、まず最初は自分の症状をね、やっぱ事細かにやっぱ伝えないといけませんからね、施術してくれる方に。例えば20年間以上座り仕事をしている。で、突発的な痛みとかではなく、もう完全に慢性腰痛。5年くらい前からちょっとだるみというかね、痛みがひどくなってきて、で、ここ最近特にもう座ってるだけでもすぐ痛くなるみたいなね。なんかそういうような感じです。で、その痛みも別にしびれとかじゃないんですよ。なんやろ、やっぱりなんか筋肉のこりっていう感じがするんですよね。やっぱりいわゆる酸欠状態なんですかね、腰のなんか特定の場所が凝ってて。なんか痛みがあるんですね、微妙な。で、背中全体ガチガチなのかよくわかんないけど、もう背中全体ちょっともうだるみはあるんですよ。だから、ストレートネックから来てるのもあるかもしれないとかね。あと腰の特に左側の方がちょっと凝りが強いかなとか、かなり事細かに説明してですね。で、見てもらったんですけれども。で、そこの鍼治療はですね、結構やんわりとしたものですね。荒療治をしてくれるようなとこではないですね。その、やっぱりしっかりとしたなんか 大きな病院の中の部門なんで、なんか、町医者というかね、町のその鍼師というか、そういう感じじゃないから、かなりおとなしい施術なんですよ。わかんないけどね、全国的にそれが当たり前なのかよくわかんないですけども。だから、施術の前にも、こういう針を使って、ね、髪の毛ぐらいの細さので、ほとんど痛みはありませんよとか。で、実践も痛みは本当にほとんどないです。ただ、やっぱりちょっとズーンとくるところとかありましたね。チクっていう痛みはないんですけれども、刺された後になんかズーンとドンツーってやつですね。それが響くような感じはありました、何箇所か。で、すごい丁寧で、なんか優しい治療だったんですけれどもね、もう僕はもうどっちかというともうね、もう荒療治もええんちゃうって思ってるぐらいだからね、もうどんどんやってくれって感じなんだけれども。別にもう慢性痛なんでね、これ時間かかるんで。で、やってもらったんですけれども、別にその即日なんかもう一気に痛みがなくなるとかではないです。状況別にそんな変わってないですね。ただ、その施術師の方に、背骨のこの一個一個がちょっとこうねじれてる部分があるようだと。だから、そこの周りに針を中心的に刺して、筋肉の柔らかさ、出して、戻すみたいな、なんかそういう理論だったんで、なるほどなと。で、これは、1回目でそんなパッと楽になるようなもんじゃないっていうことだったんで、徐々に徐々にやっぱ直していくって感じだから。で、ホームページいろいろなサイト見たけど、やっぱり最初は多めに通ってくださいと。もう週2、3回でもいいくらい通ってください。で、軽減してきたら徐々に回数減らしていきましょうっていう説明があったんでね、鍼治療全般的に。なるほどなと。ということで、週に2回通おうかなという感じで考えています。で、そうですね、鍼治療のその理論、なんか針を刺して、筋肉が柔らかくなることもあれば、なんか筋肉にあえてダメージを与えて、その自己修復機能で直していくっていう考えもあるみたいですね。なんかその自己修復に関するその理論を聞くと、なんか僕はなんかね、お茶とか思い出す。
お茶とかコーヒーを思い出すんですよ。だって基本的に雑草はまず毒じゃないですか。でもうほとんどのこの青い雑草というか、その、なんだろう、葉っぱ的なもんって結構毒性が強いイメージあるわけですよね。だって青い部分でこう光合成するから、虫に食われたらね、その植物が生きていけないから、やっぱり葉っぱの方に天然農薬というか、天然農薬っていう言い方おかしいんですけども、虫から守るためのね、なんか毒性がやっぱあるわけで、葉っぱの部分には。だからその基本的にその緑茶とか抹茶とかって利尿作用があるわけですよね。飲んだらおしっこしたくなるみたいな。コーヒーもそうなんですけれども、それってなんかカフェインがうんぬんとかいうのもあるのかもしれませんけど、基本的にはちょっと毒性のあるものを飲んで排出するのを促すっていうことなのかなと思うんですよね。だから認知症の人にはなんか抹茶を飲ませると、まあ排出力が高まるというか、あえて微毒を飲むことによってみたいなね、なんかそういうような印象もあるんで、なるほどなと。針をブスッと筋肉に刺してダメージを与えることで治すっていうね、理論が、ああなるほど、これ東洋医学らしいなと思って、まあ結果はねどうなっていくか分かりませんけれども、でまあ要するに、まあこの背骨がちょっとねじれてることによって、なんかやっぱり常に負担があるような状態になってるんだと。なんか筋肉が凝りやすいというかね、まあ結局だからその針治療ももちろんこれちょっと続けていくし、まあ自分でもね、姿勢気にしたりインナーマッスル鍛えたりとか、まあ、ストレッチとかはね、やっていかないといけないですね。まあ、やることはもう変わんないですわ。でまああと自費っていう言いますかね、なんかあの保険適用外の治療なんで、まあ割と高いわけなんですけれども、まあもう正直こんなんね、慢性腰痛が少しでも良くなるなら、もう10万、20万、100万、もうそのくらいはでももう覚悟してますよ。これが良くなるならもう。まあ、あとそれだな。あれだ。針治療がまあそんなにやっぱり長く通って効果ないなら、やっぱ整体に行ってみたり、整形外科に行かざるを得ないと。まあ、その方向性も一応、考えてはというか視野に入れてるって感じですね。はい、そんなとこです。以上です。